皆さんおはようございます。フェボーチャンネルです。本日は11月26日火曜日。本日も音楽と機材も胸に元気に過ごしてまいりましょう。さて、昨日ツイッターでご紹介させていただきました新規初投稿は長野県飯田市28歳ユン様さんからのね、ギター用のスイッチャーボード投稿いただきました。誠にありがとうございます。赤色がねとっても映える、スイッチャーボードですけどもね、そのスイッチャーがですね、あのバイタルオーディオ、パーサプライ部門でねフェボアワードで2年連続ナンバーワンのあのブランドからですね、このスイッチャーが出てですね、フックアップさんに聞いたらですね、最近はね、ちょっと名前言えないんですけど、あの有名なプロの方もですね、ボードの中に組み込んでいるっていうお話を聞いて大変驚きましたですね。ということで今回もですね、ユン様さんがですね、バイタルオーディオのスイッチャーがあまりに可愛くて購入、それを使いたいがために初めてちゃんとボードを組んだということでですね、スタジオデイドリーム製のね、この、今は売っていないオーバードライブも赤でね、とっても赤が映える綺麗なボードを投稿いただきました。ありがとうございます。なんかね、コメントの最後の方にね、なんかアウトプットが使いづらいからやっぱりジャンクションボックス入れたいということで書いてありますので、それもね、もうバイタルオーディオからまた真っ赤なやつが出てますので、ぜひともね、こちらの、技シリーズのね、このチューナーの上にですね、ちょうど多分組み込めるんじゃないかなと思いますので、ぜひともね、次回あの音源も一緒にですね、アップしつつですね、再投稿いただけたらありがたいなというふうに思います。で、こちらのね、ボード、じゃじゃん !118,186円ということでですね、スイッチャーボードにしてはね、かなりお安めだと思うんですけども、それはですね、やっぱりね、まず一つはパワーサプライが入ってないですよね。で、これはですね、エンカウンターの中にですね、そのパワーキャリアシリーズの、パワーサプライがですね、もうすでに、5ポート分入っていると、組み込まれているというところでですね、これも、お安くする、なんか要因かなというふうに思いますね。これ1台あればですね、パワーサプライなしで、ユン様さんのようにですね、5、6台でしたら十分、電源供給できますので、こちらのボードを参考になさっていただきつつですね、またボードの投稿、新規発投稿も追加投稿もお待ちしております。ユン様さん、次回の投稿もお待ちしております。投稿ありがとうございました。